はい、こんにちは。おぼろ村正、終わりました。PS ビタ版、おぼろ村正。はい、当然こちら、プラチナゲットでございます。無双モードと、修羅モードっていう、2モード選べるんだけど、最初はまあ無双で遊ぶといいんですよ。連打してるだけで楽しい。で、システムが、シンプルかつ奥深いんですね。で、これね、ゲームってシンプルかつ奥深いっていうのが一番いいんですけど、一番難しいんですよ。シンプルにすればするほど、単純になっちゃって面白くない。でも複雑にすればするほどめんどくさくなってやりたくないっていうね、その葛藤の狭間ですごいバランス取りのさじ加減が難しいんですけど、めちゃめちゃシンプルかつ奥深いを字で言ってますね。まずね、無双モードっていうので遊んでるとわかるんですが、簡単にコンボとか出せるんですよ。一応空中コンボとかあって、でもブレイブルーとかああいう格闘ゲーム見てると自分には空中コンボ無理だなって思うじゃないですか。おぼろ村正、簡単。木上に入れながら攻撃ボタンを押すだけで相手を打ち上げます。簡単にね。そんで相手がちょうど落っこってきたところで、ここ攻撃連打するだけでそれっぽくなります。空中コンボっぽくなります。で、修羅モードも、無双モードも大体そのレベルでクリアできちゃうんですよ。だからやっててすごい自分がうまく感じんので、一回クリアすると、ただね、シグレイモードっていうのが出るんですよ。これはお渡し機でレベルをいくつ上げてもヒットポイントが1なんですよ。どんだけ上げても1、お渡し機一発食らったら終わり。シグレイモードめちゃめちゃ面白いです。上手くなっていく過程がすごいよくわかる。これソウルサクリファイスでも言ったと思うんですけど、自分がね、上手くなる過程が楽しめるゲームっていうのは絶対面白いんですよ。無双モード、修羅モードをクリアした時には全然気づかなかったことっていうのが、シグレイモードやってるとすごくわかるんですよ。あ、こここうやるんだとか、あ、こここんなんで敵が反撃してくるのを、まあご利用しで言ってた部分がね、それができなくなって、これこうやるとできるんだ、空中コンボこうするともう一発多く攻撃入るんだとか、どん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 上手くなってって、それで絶対こんなお渡し機無理じゃんって思ってるのがクリアできるようになってくる。本当に面白い。バニラウェアさんすごいわ。なんだろう、ファミ通で言ったら私の中では40点、40点ですよ、完全に。隙がない。一辺の狂いもなく完璧なシステム。本当に隙がない。これね、やってない方ぜひやってほしい。PS ビータ持ってる方はもちろん、持ってない方にも本体買ってでも勧められる珍しいゲームだと思います。おぼろ村正、バニラウェアさん開発のマーベラス AQL さんが発売しております。ぜひ楽しんでみてください。絶対おすすめです。バイバーイ。